そう、どうやったら強くなれるんだ。123,412やりすぎだろおい。123,423おい、それが分かったら苦労しないよおい。やってるなお前ら。ただな、努力の方向を間違えると時間はもったいないぞ。またな。はあ、キモ。現在の教育現場では自然体験や読書活動の推進、子どもの体力向上が叫ばれている。そんな中、これらに対応すべくガチチャレ部が発足。今回挑戦するのは、卓球どころ山吹でコーチをしている佐久間先生のもとで卓球にチャレンジ。先生、今回もお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、今回はダブルスをやります。よっしゃ、出た。なんかさ、男女のダブルスみたいなやってなかった。水谷選手と伊藤美誠選手がオリンピックで金メダル取った。ああ、そうだそうだ。ダブルスなんで2人1ペアでやります。はいはいはい。で、卓球の場合は交互に打球します。うん、そうですよね、入れ替わんなきゃいけないんですよね。そうです、あの1人が2回連続で打つのはルール的に違反になってしまうので、はい、打って、打ったらパートナーのためにスペースを空けなきゃいけないです。素人がやるとさ、ダブルスって、うん、慌ててさ、うん、なんかこの辺でぐるぐる一人で回ってるだけになるイメージあるよね。確かに、うん、そうね。そうじゃないの。そうですね、ルールがちょっと難しいので、まずペアを決めましょうか。石橋くん、溝上くん対後藤くん、都築くんで対戦するよ。じゃんけんでまたサーブとレシーブを決めていきましょうか。なるほど。最初グーチョキ、はい、はい、くで、はい、はい、くで、はい、はい、くで、はい、レシーブでサーブもらいますか。レシーブでコートもらいます。両方は取れないで、あれ、コートもらいましょう。コートもらうってことですね。こっちの方が良くない。そうしよう、うん、俺もそっちがいいと思う。サーブはじゃあ、まあ、僕たちサーブ。あ、じゃあもう願ってるかなって、はい、ってことですよね。はい、早速やっていきます。試合の前にダブルスのルールから。でシングルスの場合はサーブをどこからどこに出してもいいんですけど、はい、ダブルスの場合は、フォアサイドから相手のフォアサイド、この半面にしか出しちゃいけない。なるほど、対角線上だ。対角線上に。それはずっとサーブだけですか。サーブだけで、その後はどこに打っても構わないんですけど、最初だけサーブだけ場所の制限があります。なるほど。言っちゃえばここに来ちゃう、全部で、ここからちょっとルールが複雑になるんですが、はい、順番ですね。サーブとレシーブのローテーションなんですけど、はい、サーブを2回、2回出します。まあ一緒ですよね、それは、はい。でそしたらサーブがチェンジするんですけど、その場合レシーブしてた方がサーブをやります。なるほど。だから匠からだ、サーブは。これなるほどね。で、逆にレシーブがサーブした人は今度交代で、石橋さんが今度レシーブになります。なるほど。だから匠ちゃんのボールを橋君が受ける、まあ、はい。で今度はラリー中の動きなんですけど、はい、回転の向きそれもあるのか。打ってその場にいると邪魔になってしまうので、はい、打ったら、横から後ろに逃げます。なるほど、はい、そう、これがぐるぐる、多分そうです、こうぐるぐるなるんだよね。回らずに回ってください。回らずに回ってことか。こっちに来たら逆回転もある。逆回りもあります。逆回りもあるよ。逆回りもある。こっちもパターンもある。そうです。どっちでもいい。はい、近い方から抜けてってください。なるほど。これも言ったら同じですか。点数、何点マッチみたいなのは。そうです、点数のルールは同じで11点。はい、11点5ゲームです。はい、5ゲーム。今回もじゃあ1ゲーム勝負か。そうしましょう。1ゲームだけ。さすがに。それでは試合スタート。勝つのはどっち。来い、スタート。よっしゃー。あいつ強い。あいつ、じゃああいつやらしいぞ。遅いです。オッケー。オッケー。石橋溝上ペアが連続得点で5対0。いくぞ。温まってからだから俺たちって。オッケー。後藤続きペア、その後も失点を重ねマッチポイント。入ってる。やった。解散だよ。お前たぶんやってられるか。体が温まる間もなくボコボコにやられた2人。そこで溝上くんはフライパンでのハンディ戦でもう1回。この後フライパン相手に接戦が繰り広げられる。よしよしよし、よし。お前こっちフライパンだぞ。どうやったら強くなれるんだ。
123,412やりすぎだろ。何これマッチわかんない。これはいつもこんなない。マジか、これむずいぞ。ちょ、バシ君がだいぶ重要になるよ、これ。オッケーオッケー、いきます。はい、はい、しまっお前ちょっとやれよ。だからそう やはりフライパンのハンディは大きいか。しかしナイス。おし、おし、ハンディを追いながらも1点ゲット。フライパンだったら届いちゃうんじゃないか。フライパンか。フライパンだと回転がかかってこないんで、ちょっと上向きにして返してください。いくぞ、来い。入れちゃえばこっちもんだ。いいよ。一進一退の攻防が続き、3対3の接戦に。これ決まった感じしないんだよ、これ。そっちの方が音でかいのに。卓球のポンの方がかっこよく聞こえるわ。情けない。マジ怖いんだよ、逆に。普通だ。いいね。うまい。やばい。磯上くん、フライパンの扱いに慣れてきたか？OK。いいね。おいえ、いきます。おしゃき、今の鈴木さんがもうちょっと避けてあげなきゃいけない。マジでそう、はい、すいません。それだけやばい。いつの間にこんなに下がっていいか。気がつけば7対3と石橋溝上ペアが大幅リード。いい、ね、ちょっと面白いのずるい。よしよしよし、よーし、よし、やべえ、ごめん。お前こっちフライパンだぞ。何してんだよ。石橋に決定打はないから。でもよく今さかなり我慢してラリーできましたね。ああ、その調子で頑張ってください。よしよし、そう、絶対ミスるから向こうが。いいね。おーい、すごい。びっくりするから。よし、我慢。ナイス。なんとか食らいついていくが、9対6とマッチポイントが迫る。さあ、よし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 、あー、よし、ごめん、俺がやられた。あいつにその難しいことはできないから、やっぱあいつに。よし、しかしここで石橋溝上マッチポイント。欲しい。やばいやばい、マッチやばいやばいやばい、マッチやばい、マッチやばいぞ。確実に入れに行く、入れに行く。そう、よーし、勝った。勝ち。溝上さんと石橋さんのペアの優勝です。嬉しい、嬉しい。やったぜ。恥じた方がいいよ、調理器具だって。いやいや、それは誇った方がいいよ、お前が。白熱したね。じゃあいいね。いや、おもろかった。ダブルスの面白さもありました。シングルスとは違う面白さがありました。全然違うね、うん、そうです。打って決めるのもいいんですけど、ミスしてしまうとパートナーに迷惑かかってしまうんで、その辺のさじ加減がすごい大事になってきます、ね。うん、確かに。シングルスより疲れる。あと疲れる。確かに動きもあるから。そうですね、打った後邪魔にならないように動かないといけないので、かなりハードな神経も使うし、スポーツになります。うん、まあでも全体的に結構続きのミスが多かった感じはしたけどね。たくみちゃんはまあ割と。鈴木さんも練習すれば絶対上手くなるんで。下手って下手だって慰められてる。下手だって今日一番面白くない。オリンピック選手はどれくらい練習されてるんですか。オリンピック選手だと1年間に約2000時間ですね。2000時間、はい、他のスポーツよりも、難しいんで、練習時間がかなり必要になってきます。朝から繊細だもんな。確かに他のスポーツだと1000時間ぐらいって言われてるんですけど、1年で1年間で、卓球の場合はその倍必要になります。確かに野球とかって練習ってより調整だもんね、言ったらね。調整。今日皆さんに卓球をガチでチャレンジして、学んだことを発表していただきたいと思います。はい、じゃあ発表していただくのは、後藤さん。後藤君。僕ね。後藤君が卓球で学んだことを発表。今回学んだのはもう一回。もう一回どういうことでしょうか。もう一回やりたいです。
お、お、全部。全部。全部。確かに最初より上手くなってるはずだからな。わかる。最初のことももう一回学びたくなるな。負けてもやっぱもう一回やりたいなってなるし、うん、勝ってももう一回やりたいなってなるスポーツってあんまりないと思うんですよ。確かに、うん、だから好きでやってる2000時間なのかも。みんな。なるほど。確かにな。愛だね。愛もう一回じゃん。すごい楽しんでいただけたのはすごい嬉しいですね、はい、で卓球の場合できたことがあるじゃダメで、いつでもできるようにしなきゃいけないので、やっぱ反復練習がもう1回じゃ足りないですね。分かってますよ。もう1回別に重ねて。やめろよ。先生の態度やめろって。それ態度だよ。今日学んだのは態度。次回のガチチャリブは簡単で楽しいスポーツ、モルック。老若男女誰もができるけど戦略が必要な奥深いスポーツ。四千頭身はうまくできるかな？いいね。おお、危ない危ない危ない。いいね、いいね、いいね。ああ、倍嬉しいわ、フライパンで。倍嬉しい。ケナイス邪魔だよ、おめえ。ミスした人を責めるのはこれは良くないわ。マジでたまに部活来るこういうヤンキーいたわ。たまに部活顔出してめっちゃ目。